どうも、セイラです。今回は、周りをどんどん笑顔にしていく、場をなぐませる愛されキャラが持っている共通点を解説していきます。これからは、ここに意識を向けてコミュニケーションを取っていこうねっていう部分まで解説していくので、自分の普段のコミュニケーションと照らし合わせながら聞いていただけたらなというふうに思います。一応、過去の動画には、仲間を作れる人、作れない人っていうテーマで、まあ、仲間を作れる人の思考のコツとかも話しているので、よかったらそちらも見てみてください。下の説明欄に載せておきます。 ではもう早速ね、場を和ませる愛されキャラの共通点3つを紹介していこうかなというふうに思うんですが、3つの共通点っていうのがこちらですね。順番に、無駄なプライドを持たない。醸し出す空気が軽い。無理に変えない。の3つです。一つずつ解説していきますね。まず一つ目、無駄なプライドを持たないっていうのは、よく場の空気を壊しちゃう人っていうのがやりがちなことで、いじりに対して不機嫌になってしまうっていう行為があるんですよね。 よくいいいるじじゃななですかいじられてて不機嫌になってしまう人もちろん悪質ないじりとかもあったりするので一概に「いじられるイコール100%いいことだ」っていうことは言うつもりはないんですけれども基本的に「いじられる」っていうのは愛されキャラの特権だったりするんですね。 愛されキャラって基本的にいじられてるんですよ。なんかもう自分の中でイメージあると思うんですね。あの人愛されてるなって思う人って、ああ、あの人なんかいじられてるけど、なんか愛されてるんだろうなみたいな、愛があるなみたいな。えそういうふうに感じると思うんですよね。なので、愛されている人は、まあ、いじられているということはイコールなのかなっていうふうに思ってます。もちろん、いじられる人イコール、愛されている人っていうイコールの公式っていうのは成り立たないかもしれないんだけども、愛されている人は、 いじられているっていうことは結構イコールだったりするんですね。まあ、努力したら成功するとは限らないけど、成功する人は必ず努力してるみたいな理屈です。えー、そういう風になっているので、まあ、いじられるっていうのは非常に、えー、チャンスなんだよっていうことなんですよね。で、いじられた時にね、なぜ不機嫌になってしまうのかっていうと、これって心の中で自分はこういう風に見られてたいんだっていう自分目線の自意識が存在しているからなんですよ。要は、強く見せたいっていう風に思っている人って、 お前って弱いよねって言われた時に、イラってするじゃないですか。こういう風にね、こう見られたいとか、自分はこうあるべきって思いが強い人って、逆の見られ方にすごいイライラするんですよ。そういう風に自分がイライラしてる時って、全体の空気とか話の流れとか、多くの人の笑顔とかよりも、俺の評価がまず大事だっていう風になっちゃうんですね。守りに入っちゃうんですよ。 ってなると、どうしても場をなぐませることができない。だって、場の空気を感じ取ったりとか、この場ではこういう風にする方が、この場を盛り上がるなっていう選択ができなくなって、自分を守りたい。自分が言い返したいってなっちゃうから。だから、場をなぐませることができなくなってしまうわけなんですね。別に、自分がどう見られていいようと、自分は自分だよって思える人だからこそ、そこに平和で温かい空気っていうものを作り出すことができるわけなんですよ。なので、こういう風に、こう、いじられても反応しない。自分は自分だ、と。 自分は自分であるということに価値があるんだっていうふうな立ち振る舞いっていうのがすごい大事になってくるっていうことなんですね。二つ目のポイントが、醸し出す空気が軽いっていうことなんですけど、これはつまり、一緒にいる時の呼吸にポイントがあるよっていうことなんですよねいや。醸し出す空気が重い人ってどういう人なのかっていうと、要は呼吸が浅くなる人です。一緒にいると、なんかこ呼吸が浅くなる。つまり緊張してしまうっていうことですね。肩に力が入ってしまう人。こういう人っていると、ちょっと空気が重たいんですよね。 逆に、なんかもうこう、ふわーっとしてれる。一緒にいてもリラックスしてれる人って、軽いんですよ、呼吸が。つまりね、僕らって、緊張してたりとか、恐怖を感じてる時って、自然と呼吸も浅くなってしまうんですよ。試しに、今自分の呼吸を少し早めて、はっ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 つって、犬みたいにやってみてほしいんですよ。多分、のんびり落ち着いた気分にはなれないと思うんですね。このように、どのような呼吸をしてるかで、その人の感情とか気分とか、感じ方って変わってきているので、基本的に人が、この人苦手だな、 って思う人って一緒にいたら呼吸が浅くなる人なんですよね逆にこの人といると癒されるなーって人といる時って呼吸が深くリラックスしている時なんですよなので相手の呼吸を深くしてあげられるような接し方が場を和ませる雰囲気を作るっていうことです ちなみに、相手の呼吸を深くしたいときは、まず自分の呼吸を深くして、落ち着いた雰囲気で接するってすることをするとすごくいいんですね。すると、呼吸って自然と合ってくるものです。よく息が合うとかって言うじゃないですか。こういうふうに、呼吸とかって合っていくんですね。えー、こういうふうに合うものなので、相手の呼吸も落ち着いてくるっていうことなんですよ。まあ、ここに関してはね、安心感を与えられると、不快感を与えてしまうとの決定的な違いっていう動画で詳しく話しているので、よかったらそちら確認してみてください。 で、三つ目、最後の共通点は、無理に変えないっていうことですね。無理に変えないです。結構多くの人が思ってしまうことの一つに、この人に変わってほしいとか、この空気を変えたいみたいな思考ってあるもんなんですよね。ただ、これって非常に難しくて、基本的には誰も変わらずに自分の中に不満をためることになってしまうんですよ。 なぜかというと、だって相手が変わってくれないっていうなってくると、自分は期待しているわけですから、この時変わってほしいとか、この空気を変えたいって思った時って期待してる時じゃないですか。で、この期待が達成されないから、自分の中で不満になっちゃうわけですよね。だから、こういうアプローチっていうのは結構危険なんだよっていうことなんですよね。だって自分がゴミを貯めちゃって、自分が空気を悪くしちゃう可能性が大きいからですね。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけど、まあ、この場合ね、先に覚えておくべき、 この時に自分たちが取れるアプローチの3つのパターンっていうのを覚えておいた方がいいんですよね。で、この3つのパターンからどれを選ぶかっていうところがすごい重要になってくるよっていうことなんですよ。じゃあこの3つのパターンって何なのかっていうと、1つ目は空気が悪い人に語りかけるっていうことですね。その悪い空気を作り出してしまっている人を変えようとするアプローチです。要は、お前空気悪いぞって言っちゃうようなことですよね。 お前何やってんだよとかって言ってね。これはね、基本的によほどのことがない限り状況、状況を悪化させてしまいますよね。よほどの説得力と信頼関係がない限りは、ちょっとこのアプローチっていうのは使えない。なので、まあ、基本的にはこの方法っていうのは信頼関係がある状態でしか使えないよねってことなんですよ。で、二つ目は、場に語りかけるっていうアプローチですね。みんな、もっと明るく行こうよみたいな感じでこう、みんなでかか語りかけたりとかってするような、そんなアプローチです。 これはこれでいいんですけど、誰も応じてくれなかったりするじゃないですか。うん。それをやって、なんかこう、しらーっとなっちゃったリーダーとかね、結構勇気が出なかったりとかもあると思うんですよね。うん。そういうふうにね、こう、一番空気が悪くなってしまうのは結局、その場を変えれなかった自分だったりするというふうになってしまうわけなんですよ。じゃあ、三つ目のアプローチって何があるのかっていうと、自分へ語りかけるっていうアプローチなんですね。自分へ語りかけるです。で僕はこれをやろうよってことは結構自分のコミュニティメンバーには言い続けてて、要は、 自分だけは影響されない明るい自分でいようよってことです。他人を変えたり、場を変えるっていうのは結構難しかったとしても、自分の心をどこに置いておくか、自分がどうあるかの部分は意識で何とでも変えることができる部分なんですね。だから自分に明るさのオーラをまとって、私はこうあるよっていうふうに胸を張って生きておくと。 そういうふうに存在しているっていうのがすごい大事になってくるんですよ。すると、自然と周りは場に流されず常に和ませる空気感を持っているあなたに惹かれていくっていうことなんですよね。愛される人ってこういうふうに、こいつだけはっていう安心感があるんですよ。多分、あなたもそうだと思うんですよね。自分が話しかけやすい人って、 この人だったら自然といつでも笑顔で話を聞いてくれる人とか答えてくれる人っていう安心感があると思うんですね。自分が相談する人ってこの人だったら自分のことを第一に考えてしっかりとアドバイスくれる人だっていう安心感、信頼感がある人だと思うんですね。こういうふうに信頼とか安心とかっていうものは普段からの蓄積なんですよ。 なので、普段から自分が空気悪いところにいたら自分も空気悪くなってるとか、なんかこう悲しい雰囲気の中にいたら自分も悲しくなっちゃってるとかって言って、場に流されてしまいやすい人っていうのは、周りからね、信頼されなくなっちゃうんですよね。だから、普段からしっかりと、この場はどうだったとしても、空気感がどうだったとしても、自分はこういるんだっていうふうな、自分のキャラっていうものをしっかりとそこに置いておいてほしいっていうことなんですよね。うん。なイメージで言うと、船、 で、あの、下にこう、怒りを下ろすじゃないですか。で、この、怒りを下ろしている状態だったら、まあ、そうそう、船出て移動はしないですよね。若干、波で動かされるぐらいじゃないですか。でも、怒りが押していない状態だったとしたら、荒波が来たら船ってどっか行っちゃうじゃないですか。 で、こういうふうに、どっか行っちゃったら、やっぱりこう、船員たちもね、その船のことを信頼できないわけですよ。あれ、俺たちの船どこ行ったってなっちゃうわけ。乗り場を失ってしまうわけですね。でも、怒りをしっかりとドーンって下ろしておいたら、どんな荒波が来たって、船はそこにあるわけじゃないですか。でそういうふうにしっかりと、今、自分はこういうふうにいたいんだと。明るい自分でいたいんだ。和ませる自分でいるんだっていうふうに、怒りを下ろしておくっていうのがすごい大事なんですよね。 そういうふうに怒りを下ろしておくことによって信頼が集まってくるということなんですよ。で、まあ、こうやってね信頼を得ていってね、えー、周りからの信頼安心感っていうものをたくさん集めていくしっかりと蓄積していくために今回話した3つですね無駄なプライドを持たない醸し出す空気を軽くするとね無理に変えないっていうこの3つを意識してみてほしいなっていうふうに思うんですよ。 で、このように、まあ、人が自然と惹かれていく人の秘密ですね。を、僕は結構分析したりとか、まあ、今までね、こう、えー、延べ何百人とか、まあ、メンバー全員で言うと何千人とか、そういった人たちの話とかを聞いてきた中で、毎回魅力的に見られていく人の、えー、秘密っていうものを、しっかりと解説した約50ページの電子書籍あざと人たらしっていうものをですね、あの、プレゼントでお配りさせていただいてるんですよね。まあ、そこでは、なぜ人から助けられる人と、助けられない人がいるのかとか、本当の成功者が凡人である理由って何なのかとか、 え、今すぐ意識すべきコミュニケーションの方法とか、まあ、僕の事例などを交えて話しているので、まあ、ぜひそちら読んでみてほしいなっていうふうに思うんですよ。動画説明欄の方にですね、こう、プレゼントを受け取りっていうところがあると思いますので、ぜひそちらから受け取ってみてほしいなというふうに思います。あとですね、毎度、え、グッドボタンとか、いいねとか、コメントとか非常に助かっております。視聴者さんの声とかもね、どんどん聞いていきたいので、え、ぜひ、え、いろいろとね、毎度コメントいただけるとすごく嬉しいです。ということで、え、今回もこの辺で終わりにしておきたいなというふうに思います。最後までありがとうございました。セイラでした。